テーマは青年部活動に参加して笑顔を紡ぐ笑顔と未来です。愛してるぞ、はい、愛してるぞ、ランサー愛してるぞ、愛してるぞ、皆さんにありますか？一生かけて作り上げたいものが。私の職業は工務店です。しかし私はただ家を作っているのではありません。そこに住む家族、地域の方々の幸せと未来を作りたいのです。申し遅れました。私は吉川商工会青年相沢信夫と申します。会社は創業40年、私で2代目です。創業者である父は叩き上げの大工、職人としての詳しい知識、さらには社員を一斉に動かす圧倒的な統率力を持っています。それに比べ大学卒業後ハウスメーカーに勤務した後に入社した私は、現場での知識も乏しく、そんな自分を認めてくれる社員や職人は一人もいませんでした。どうしたら父を超えられるんだろう。本当にこの会社を引き継いでいけるのだろうか。そんなことばかり考えていました。周囲に相談する人のいなかった自分は、地元のネットワーク作りのために青年会議所に向かい、後に理事長に選出されるまでになりました。39歳の時に商工会青年部に誘われて、どうせ似たようなもんだろうと軽い気持ちで入部。しかし2つの団体は同じ地域で活動していながら、そのスタンスは全く異なるものでした。 JC は大枠を決めてその中で最善を尽くす、いわば組織だった団体であるのに対し、青年部は行き当たりばったりで計画性もない無鉄砲集団に思え、その違いに戸惑いを覚えました。青年部の体質を受け入れられずにいた私は、40歳での卒業をただただ待つことにしたのです。そんな中、地域振興を目的とし青年部がゼロから立ち上げた世界のビールとジャズを楽しむ野外音楽イベント、吉川ジャズナイトが開催されました。3年前に会場となる吉川南駅が誕生し、市民の皆さんにもっと地元を楽しんでもらおう、愛してもらおう、古く伝統ある吉川と新しく希望に満ち溢れた吉川南を一つに、そんな思いから企画されました。しかし行政や親会からの援助は一切なく、協賛金のお願い、テナント誘致、ボランティアスタッフの手配、全てを我々部員だけで行いました。目標来場者数こそ達成できたものの、反省点も山積みだった1回目。たった一度開催しただけで息になってんじゃないよ。ビールを買うのに1時間待たせて2回目なんてよく言えるよな。そんな声を耳にすると、こんなに苦労して地域貢献することに意味なんてあるんだろうかと、その開催意義まで疑問し始めています。そんな思いのまま迎えた第2回ジャズナイト当日、そこには想像をはるかに超える来場者。1回目の反省から販売方法を見直し、待ち時間ゼロ。近隣の青年部にも出店していただき、お祭り感満載の会場が出来上がりました。そこにあふれていたものはビールの泡だけでなく、来場者の笑顔、出店者の笑顔、出演者の笑顔、そして我々青年部の笑顔でした。実行委員長は前日の深夜になっても
座席の間隔を10センチ5センチと詰めることで一人でも多くの方に座ってもらおうと列を増やしていました。当日の早朝には近くのマンションにビラを投函している部員もいました。そうです、これこそが吉川市商工会青年部だったのです。目標のゴールをあえて設定せず、最後の最後まで妥協しないでギリギリまで試行錯誤し、最高のパフォーマンスに向けて努力し続ける、計画性もないように見えた青年部でしたが、本当にすごい奴らだと感じた瞬間でした。45歳まで年齢制限が延長された私に卒業という選択肢はありませんでした。自分も何かやってみたい、そんな気持ちがふつふつと湧いてきたのです。部長から出会いの祭典の実行委員長を頼まれたのはそんな時でした。出会いの祭典とは青年部主管のいわゆる婚活パーティーです。担当するにあたり何よりも大事にしたもの、それはあの時のような全ての人の笑顔でした。しかし青年部事業の中で一番のビッグイベントであるジャズナイトの1ヶ月後の開催ということもあり、ジャズの準備と並行しての作業が強いられました。他の部員の意識はあちらに向いている、出会いの祭典は私一人で準備するしかない、そう思い込んでいました。青年部の顔に泥を塗るわけにはいかないというプレッシャーと孤独感が私から笑顔を奪い去っていったのです。そんな中、ジャズナイトの決起集会を出会いの祭典会場で下見も兼ねて行うことになりました。なんだ、やっぱり出会いの祭典はジャズナイトのついで扱いかよと半ばふてくされていた自分に、待っていたのは会場を目にした部員からのさまざまなアイデアでした。このスペースでダンスをしよう、会話が弾むようにチーム対抗でゲームをしよう、次から次へと意見が溢れてきました。雰囲気が和らぐように司会は私がやると言ってくれた女性部員もいました。そうです、私は孤独ではなかったんです。一緒に考え汗してくれる仲間たちがいてくれたのです。その日から私は一人ではなくチーム青年部の一員となったのです。仕事の合間を縫って仲間たちが駆けつけ一緒に準備をしてくれました。そして迎えた当日、参加者は一様に緊張の顔を見せています。しかし自分たちには自信がありました。我々青年部の笑顔が参加者を笑顔にすることに、仲間と考えたダンスやゲームによって参加者の表情が緊張から笑顔へとみるみる変わってきます。その甲斐もあってか何組ものカップルが生まれました。参加者を見送り、全てが終わった後の反省会で流した涙を私は一生忘れません。それは達成感と仲間たちへの感謝からくる笑顔の涙でした。後日、参加者から一本の電話が入りました。今、結婚前提にお付き合いしています、ありがとうございました。きっと将来2人の子供が新しい世代へと笑顔を紡いでいくことでしょう。笑顔を作るということは自分の家業である家づくり、ものづくりにつながっているのだと青年部は気づかせてくれました。私は父のように自らの手で家を建てることはできません。しかしお客様の豊かな生活環境、未来、笑顔を作り守っていく、それこそが私の家づくりとなったのです。今の住民の笑顔だけでなく未来の住民の笑顔を作り紡いでいきたいのです。青年部の活動には面倒くさく大変なものもあります。しかし大変をただの大変から大変面白い
大変楽しい。変えることができるのは自分自身なのです。そして今の吉川市商工会青年部の仲間となら大変素晴らしいに変えられると断言できます。主役は自分です。人生は一度きり。今隣に座っている仲間と地域を守っていける時間はいずれ過ぎ去っていきます。涙たん今がその時。青年部の力で笑顔の花を満開にしようではありませんか。やがてその種が未来の笑顔の花を咲かせてくれることを信じて。ご清聴ありがとうございました。ただいまの主要発表は10分1秒です。